ははいこんにちは今回の懐かしい広告は1986年2月になりますさてその1986年何があったんでしょうかはいスペインとポルトガルがね EC ですね、えー、ヨーロッパ経済共同体の方ですよねに加盟しましたとそしてチャレンジャー号の爆発事故はいあの私当時買っていたね え雑誌でもすごく大きく取り上げられててね、まあ、痛ましい話でしたねそれからあの秋の大統領がねマルコス大統領に代わってね、えー、フィリピンの大統領に就任したと奥さんの奥様の方ですねそれから G5 今 G7 になったり G8 になったりしてますけれども G5 の協調利下げが初めて行われたとそしてハレー彗星ですねもう期待したんですけれどもね残念ながらね望遠鏡を使ったり総書鏡を使わないとね ちょっと見えなないような感じでしたね。こういう、ね、天体ものっていうのはね近づいてくる距離は計算できてもねその時のね水、えー、星の核になってる氷の玉の状態みたいなのがねどうなのかとかでねあるいは太陽に近づきすぎて割れちゃったりっていうのもありますんでねなかなかって感じですねただこの時にね、えー、探査機水星っていうのがね彗星に接近してね接近したっても何十万キロですけれどもね詳細に観測したと。とちょっと驚くのがスイスが国民投票で 国際連合加盟をとこれはちょっとさすがですねっていうふうに私はちょっと言いたいです。詳細省きます。リビア爆撃が始まりましたね。それから335年戦争。ね。この辺宿題にしましょう。すごいですね。はい、それからチェルノブイリ原発事故。 もうこれはもう印象に残ってますよね。まさか日本でもね、えー、同じような原発事故が起きてしまうとは思わなかったですけれども,もうチェルノブイリの話に関してはねなんとなくモヤモヤっとしたままになってる部分いっぱいあると思うんですけれども実際穀物類への影響とかはどうだったんでしょうか。からあのこ,れこれは多分映画になりましたよねハリソン・フォードかなんかのね原戦がね原子炉暴走してしまったというやつですね。それとレーガンとゴルバチョフが会談したと。 まあ、ペレストロイカですよね、ゴルバチョフのね、まあ、この路線がね、今の、まあ、ロシアのね、ウクライナ侵攻に対して、侵略に対してね、影を落としているような気がしてならないですね、それから東京都サミットありましたと、タイの航空機爆破事件、これ、手榴弾かなんかでね、自爆したんですよね、犯人がね、それからこのあたりからいろいろとスキャンダルが表沙汰になりやすくなってきましたということで、えー、イラン・コントラ事件ですね。はい、この辺り、まあ、正直言って これ何の意図もないんで本当にあのあ年表をねバートとどっかいろんなところ持ってきてでそれで編集してるんですけれども暗い話ばっかりですねはいなんかそんな年だったなって気もします今思うと私もなんかあんまり明るくなかったなそうでもか、ね、はい飲みまくってましたねちょっと率のいい最後バイトに入ってね方角ヒットですねもうこれはもうちょっといちいちはちょっと飲めませんのでねご興味のある方はねえー、画面をね止めて じっくりと当時の思いに浸ってくださいで赤いのはね私がねちょっと気になってた曲ばっかりですね「マイ・レボリューション」これはもう本当にね良かったですねあとチューブこの「シーズン・イン・ザ・さんがこのあと30年以上ね売れて売れてるっていうか使われているということでねあと荻野目ちゃんのダンスがね、えー、有名な「ダンシング・ヒーロー」ついこの間も、ね、同じダンスを披露されてましたねだから「オニャンコクラブ」なんてものが世の中にいましたね 私はもう世代的にこの時もうあの社会人になる頃ですからちょっとあのそんなに夢中ではなかったですけど、まあ、レベッカーのフレンズなんての覚えてますね本田美奈子さん残念でしたねそれから岡田由紀子さんもね、はい、この時ね峯岸徹さんがね私の好きな俳優のね、まあ、実際はねっていうのがあるみたいですけれどもねさて洋楽の方見てみましょうこんな感じですね少ないですよねやっぱ全体的にねこれベスト10から持ってきてますね シンディ・ローパーのねトゥルー・カラーズのライブの方がいいですねあとマイアミ・サウンド・マシンいいですねはい大好きですホイット・ニン・ヒューストの歌う曲かったんですけどね私と同い年ぐらいですよねもったいないですねあとブルース・ホンツ・ビ・アン・ザ・レインジっていうのはもう大好きです私はこれはこのグループはね,ねちょっと正面から見るとね面白いおじさんですけれどもねバックドラフトかなんかの曲もこの人たちがやってましたよねということで次。 いいよいよ映画です洋楽とね邦楽がね、まあ、こんなもんに比べるとね映画は2ページにしないとならないぐらいですでやっぱこの頃ってすごいなんか公開数多いですね洋画のはいそういう時代ですもう上げたらきりがないんで、まあ、ゆっくりね映画は映画でなんか話すのもいいかもしれないですね我々に関係あるところからいきましょう「スーパーマグナムね」ねこれはデス・ウィッシュシリーズのねブロンソンのやつですよねそれから彼のオートバイ彼女の島っていうのはね 片岡義雄の小説をね映画化したということでね、はい、原田智代ちゃんのお姉さんのねきわこさんがねっていうやつですねはいそれからロッキー4ですね炎の友情まさかこれがね30年後にね、はい、もう息子が出てくるなんてな夢にも思わないぐらいのロングランになりましたね放送機関車って確かこれジョン・ポイトン出てるやつですよね見たような気がしますつい最近でラピュタですねラピュタはこの辺りだったんですね からココブブララっていうのののはあのコブラですねねスタローンの、ね、それから「エイリアン2、ね」前作を超える面白さでしたね「サイレント・ランニング」ところもしかしてあの「サイレント・ランニング」ですかね宇宙ステーションのちょっとこれねだとすればこれリバイバルだったんでしょうねそれから「えー、ベスト・キッド2」タムリン・トミさちゃんが可愛かったですねはい 沖縄のねねぶ <laughs> 殺ししててやるっっいうあの <laughs>、ねはい、日本語が素晴らしかったです、ねはい、それから「SF ソードキル」っていうねご存知の方はご存知だと思うんですけれども、えー、戦国時代の侍がね、えー、氷詰めになってね現代によみがえるという藤岡宏さんのね力の入った作品でございましたこんなね、えー、世相の1986年でしたさて我らがねがんの広告はね どうなっていたんでしょうかその頃はということでちょっと今の一つね表紙を隠すのを忘れてしまいましたんでこのね2月号表紙ご覧いただきたいですねあのシングルアクション編みですはいそれでちょっとピックアップしたんですねはいケースハードのすばらしいものが紹介されていますねで見開きいきなりもうこいつですはいこいつなんつっちゃいけませんねはい国際のね、えー、信じられるかこのグルーピングっていうね うん、ガスガんでしょうね当然ね速射っていうぐらいですからねちょっとこれ私持ってなかったんでね原理がよく分かりませんそして見開きもまた全部これですねこの間ちょっとね別のモデルと勘違いしましたけどこいつがいけ悪い子でしたっけ、はい、外観は素晴らしいですねこれ本当にねえと、まあ、こういう感じで、ね、こんなところに作りがついてるんですね それから長物の方ということで国債の方もねかなりエアガンガスガンの方にね舵を切っていましたねはいただね国債は並行してモデルガンもずっと出し続けていたんで私はね MGC のパクリっていうねあの事件はあるにしてもね、まあ、まずまず頑張ってくれたかなということですねねスターリングこれも持ってなかったですね、まあ、やっぱりスターリングあたりをモデルアップした辺たりがジャックさんのセンスっていうんでしょうか で間違ってたらごめんなさいこの辺りの時期ってあの例の元 MGC の小林さんが絡んでたんじゃないですかねなんか出てくるモデル出てくるモデルなんか私そんな気がするような感じがしましたはい特に長者の方ははいそして丸井さんねもう安定のこのルガーなんかほんとこれルックスいいですね <laughs> どうでもいいですけどねすごいですねこのルックスねモデルガンかと思っちゃいますね 長者とまだまだその何て言うのかなでもまさかこの時点で皆さんどう思いましたでしょうかね丸井さんがその後ねガスブローバック界をねまあ席巻するというかね、まあ、ほぼ制覇するというかねそういう時代が来るなんてのはまだこの時期には思わなかったのが正直なところじゃないでしょうか私はまあ申し訳ないんですけれどもああの模型、まあ、作るモデルガンでね丸井さんはよく知ってましたけれどもああこっちの方に出てきたんだなぐらいのね正直ね 認識ででしししかなかなっったたすこの時代はまだ見それしまだしおてもう完全にこれもねねバゲーを意識したね、えー、こういう宣伝の仕方全然いいと思いますねウエスタンアームズさんの何、えー、て言うんですかね商品写真、えー、洗剤っていうんですかねこれは今でもやっぱりかなり手をかけて作られてますよね非常にいいと思いますこういうのって大事なんですよねイメージって買う前のね こういう感じで、ねはい、まあモデルガンを持ってたんで AR7 なんかねこれをそのまんまね、えー、ガスガンに枯れていくというのは MGC もやっていた手法ですね。って言いながらねここでもうねまだモデルガンがしっかり健在でどうでしょう買っときゃよかったシリーズですねこれ本当にねこの間もコメントいただきましたけども特にリボルバーは借金してでも買っときゃよかったなと思います今はね。当時思いませんね。 先ほど冒頭申し上げましたけどこの頃は私は多分ちょっと率のいいねソフトウェア関係のバイトをちょっとやってたんで最後ねあの大学の最後の学年卒論やりながらね羽振り良かったんですけどモデルがいっぱい買おうって方に走んなかったんですよ実はねもう日比谷で飲みまくってましたねはいそして次は MGC まだ健在ですその前にちょっとこちらもチェックということで クロスボーお姉ちゃんが構えて乱暴の雰囲気でしょうかこれはねなかなかの腕をしてますね、はい、二の腕がバっちり鍛えてるぜって感じでねはいでこれはね MGC はね、えー、M76 モデルガンとしても非常に快調なね、えー、キャップでブローバックするモデルガンでしたがこちらの方にまだ流用されてしまったということでモデルガンとしてはもうこれで消えてしまうということになるわけですね と R の、ね、このバリエーションみたいなのが出て,いてもうこの時期ではね完全に MGC もね、えー、ガスガンの方に舵を切っているという時期ですね。で次はねこれはもう以前もお見せしたと思いますから軽くいきますねマクスの「恐怖の150連発」ウィルディっていうのは本当にちょっとモデルガンとしていろいろと見てみたかった銃ですね。 あまりデザイン的にそんなに好みってわけじゃないんですけれども、たまには変わったものを食べたい的なあの良さはありますねそれから山本さんですはいなんかほっとしますね山本さんところのページに来るとね mgc がやっと玉を出してくれたんでね前以前この世代 この年だってご紹介した時にね MGC がほらいきなり方向転換しちゃったんで山本さんの広告スカスカになっちゃってた時あったじゃないですかここでやっとね、えー、弾が出てき弾っていうのは要するに商品がガスン系が出てきてそれと旧来のモデルガンとでまたエアガンと他のねそれとこのキットシリーズという形で非常になんかバランス取れた我々ファンとしてはなんか幸せなバランスじゃないかなって気がしますね。 買買いに行っっててかからねねどっち買おうか選べるなんて、ね、私なんか別にそんなにエアガンもね正直言ってモデルガンの延長だと思ってましたんであんまり抵抗感なくね買うことができましたねこれなんかたくさん買っとけばよかったな10個ぐらいねえ打ちましたけどやっぱ面白いですよ MGC のこの <laughs> ルガーのブローバックはほんと面白かった実際火薬で発火できるルガーってもうこれぐらいしかないですからね今ねそれからこれマルシンさんですあごめんなさいレプリカさんですね ままたまたなんか怪しげなものをやってますね,なんかねパワーアップエアなんとかカートリッジとかねあんまりはっきり言いたくないようなものがね気をつけないとねこのスコープの中がねマガジンになってたりするんですけどこれは本当のスコープみたいですねかっこいいですよねもう十分今日のね、えー、命中につながる雰囲気が出てますねとシュマイザーですねこれもエアガンですで、まあ、もちろんこの頃はまだ 6mm ですよね ベレッタと、はい、それとエンフィールドがねモデルガンとして登場しているとねなんか BB 弾入れ手榴弾とかって可愛いなの当にねマルシンさんはね遊び心が満載ですねで次はマルゴーさんですねマルゴーさんはねもう全面的にこの、ね、カモフラスコープということでね こ,ういう形でこちらもやっぱりねサバゲ市場を意識しての話でしょうねでこの辺のところはもうモデルガンがちょびっとね「マルゴー製キャバルディージュニア」って書いてあるんですけれどもこれはマルシのではないのかないかゴーさんはマルゴーさんでこれ作ってたんですかね売ってたどっちにしてもマルゴーさんって多分工場は持ってなかった OEM だと思うんですけれどもね、まあ、ファブレスとでも言いましょうか今で言うとね今言わないのかファブレスも。 はい、こんな感じですね輪ゴム銃なんか楽しいですねなんかご紹介しながら見入ったりしますあとさ渋いな結構渋いとか言いながらマッドマックスとか乗っかっちゃったりしてねやるんですけれどもねグリースガンねこれどっちの方だろう、えー、とガスブロの方かなガスブロのグリースガン打ち合ってね短いからねすぐ紹介しようかなと思ってるんですけどまともに動かないんで。 整備できたらいいなと思うんですけれどもね組み立てキッといっぱい出てたんですねに、ね、こんな感じの価格で売ってたわけですほっとしますねもうハブソンさんのやつもね定番中の定番ということではいそして次は我らが CMC ですねついこの間ねエ原商店の広告もねご覧いただけましたけれどもねちょっとね昔は扉の方に来てたカラーのやつがね モノクローブになってしまっているとなんかなんとなくっていうことがいろいろとね切なく感じられるような広告ですそして隣には国際遺産のですねモンデルガンの方ですねまあ2本立てでやるからにはこうやってページを変えちゃうのもいいかもしれないですね特化セールと特化特化特化って感じですねはいちょっと懐かしいですね それから、えー、これがね、無限さんとアローイントさんのやつでね、もうベレッタ M93R 専用グッズと歌ってるぐらいで、やっぱりね、えー、マガジンポーチからね、ホルスターから,からもカモフラージュ版でサバゲ市場用でしょうね。無限さん、今回ね、女の子も全面に元気で出てます。無限カートレススペシャルとかねこ,れこの辺の辺 まあ元気いっぱいっていう感じですねはいはいそれとこれはねこの間も何かお見せしてこれ何なんでしょうっていうことだったんですけどだんだんね少しずつ素性が分かってきましたねかスガンらしいですねねえこれこれどっかのやつを母体にして作ったのかなそれともオリジナルなのかなオリジナルっぽいですねサイさんのねそれと ね、我々が中学時代からねもうなんか水前でこう見よだれを垂らしながら見ていたこの素晴らしいホルスターの数々健、ね、在ですであとはね、えー、ここですねここガン大阪ガンシップさんですね,ねちょっと待ってくださいねこうしましょうかガンマニア 偵察シンボル、スステータスシンボルですねこれねね、はい、あとこのオリジナルでねこのアサルトライフル系のやつはかっこいいですそれからガランドの田中のね、えー、予約受付中になってますね、はい、この辺りの年代田中さんが単体で出たり入ったりしてちょっと興味深いですよねで最後にね BJM さんかなこの辺で終わりかな もうファミコンとかになっちゃってね、全然怪しくないですね。この辺のわずかにね、怪しげな匂いが残っててくれてね、はい、ほっとするんですけれどもね、やがてこういうのも消えていきますね。この間のね、胃腸薬とかっていうのを笑えますけれどもね、はい。 もちろんね、えー、我らがメ惑模型さんのもありますけれどもとりあえずいつもと同じなんで、えー、割愛させていただきますこんな感じのね、えー、で後ろ,後,ろ後ろ拍子はウエスタンそのさっきのねやつの同じものを使っていますねはいということで、えー、今回はね1986年2月のね、えー、広告そしてね、えー、出来事なんかをねたど、えー、ってみましたではまた